画用紙を使って造花用の花入れを作りましょう。色違いの細長い画用紙を2枚使います。画用紙は色を塗ったり模様を描いたりしたものでもいいです。画用紙2枚を十字に貼り合わせて作ります。ここでは縦約24センチ、横6センチの画用紙を2枚使いました。周りの切り落としたところも使うので残しておきましょう。半分に折ったら口に当たる部分も半分のところに折り目を入れておきます。ちょうど中心で十字に貼り合わせます。底になる部分の端をハサミの先などで軽くなぞり折り目をつけます。縁の部分から斜めに折り筋をつけます。しっかりと折り目を入れておきましょう。折ったところに糊をつけます。隣の紙を持ち上げて折り目の内側にぴったり当たるように斜めに貼り合わせます。これを繰り返します。3回目、4回目は貼りにくくなりますが、紙が浮き上がらないように丁寧に貼ってください。底に近い部分はハサミの先などを差し込み、しっかりと押さえて貼りましょう。口の形を整えて出来上がりです。残った紙を5ミリくらいの幅に切り、楊枝などにくるくると巻きつけて飾りを作ります。たっぷりとつけた液体のりの上にのせ、軽く押さえて貼り付けると立体的な飾りになります。こちらは色画用紙2枚を使い、飾りは2個つけています。こちらはもっと細長い形に作って、残った紙を四角く切って飾りにしています。大きさや色、飾り付けなどはお好みで工夫して作ってください。とても軽いので、造花を飾るときは倒れないようにビー玉など重りになるものを入れてお使いください。